みなさん、こんにちは、ピジマです。今回はですね、以前ですね、開封動画出したんですけれども、本店のですね、フィーバードリームのですね、デラックスエディション、デラックスボックスか、の方をですね、開封していきたいと思います。ということで、行きましょう。あれ?ってことですね。これ前回のやつで、ね、今回届いたのが、ダギューン!でかい!前回のに比べたらね、この大きさの違いでございますよ。で、色もね、違いますね。これ一応正面開くやつなんですけれども、もうね、こういう感じ、色の違いがありますね。見ていくと、はい。はい。こんな感じで、サイド。はい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 。こんな感じでね、色がこんな感じで違います。で、一番下が赤になってて、こちらね、一番下緑になってるという感じでございます。で、この動画はですね、ほぼテロップとかも入れないでですね、カットのみで、ちょっと時間がないので、それでパパッとね、アップロードしたいので、ほぼカットのみでね、お届けいたしますので、そこら辺だけご了承ください。で、入ってるデックのですね、情報なんかも、前回こちらを開けた時にですね、やっておりますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。概要欄に貼っておきます。てなわけで、デラックスボックスの方は開けていきたいと思います。オープン!ででででーん。はい。あ、見えない。角度が。一応前回と一緒でね、こうモニターがついておりますね。はい。で、今回何が違うかっていうとですね、DVD と、あと本がついているっていう感じですね。この2点だけが一緒で、違うっていう感じですね。ビデオがちょっとうるさい。で、あとは12個のデックがついているっていう感じでございますね。はい。この動画ではね、あとはそのデックを開けるだけでございますので、ちょっと見ないことはついていただいても大丈夫でございます。全部出す。また新しいのが始まってしまった。これの、もしかしたらこれの下に USB が充電が入ってるかもしれない。ちょっと割れてんだけど、見る、割れてんだけど、おい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 、まあアメリカから来たからしょうがねえか。ちょっとショックだけど、ね、ぶっ壊れてるっていうね。はい、以上です。はい、全部出しました。まあ、DVD とかはね、まだ新品で見てないから後で見ようと思います。一応ここにフォンテンフィーバードリームズビデオズって書いてありますんで、 F って感じでございますね。はい、こんな感じでございます。こういうの見せていいのかわかんないけども、一応ここにね、ザ・フォトグラフって書いてありますね。子供たちの泣き声聞こえますけど、気にしないでください。パパパッと見てしますね。こういう感じで撮影の裏側とかがですね、こんな感じで書いてあるという感じでございますね。はーい、なるほど。はい、ザックさん、多分このね、これがね、一番の当たりでございますね。はい、今回も当たればいいなっていう感じでございます。はい、開けていこう。はい、では開けていきましょう。の前に、すいません、すっかり忘れてたんですけれども、皆様、新年明けましておめでとうございます。このタイミングかよっていうね。そういえば今年初めてだったんですね。今年1本目の動画は、こちらでございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと研修員がね、プチ復活してきたのと、本業がすごい忙しくなっちゃったので、更新がちょっと少なくなるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。では開けていこう。で、前回の動画をね、見ていただいた方は分かると思うんですけど、デコーダーデックだけね、多分触れば分かっちゃうっていうのがね、ありますね。そう、デコーダーサーチしていこうかな。これ少ないと逆にいいんだけどね、デコーダーがね。これ今んところ、全然間違ってたらどうしようね。はい。デコーダーっぽいのは、ないな。逆にそんなにないことはあるか。よいしょ。あれ、ないな。あれ、デコーダー入ってない?あれれれれ?あれ逆に入ってないの。ああ、これデコーダーだちょっと、え、違う、え、多分これデコーダーだな。よいしょよいしょね、遊戯を思い出すね、このサーチはね。デコーダー多分今のやつだけな。あ、これもか、あれ違うな。デコーダーはね、付属品が付いてるんで分かるんですよね。はい、あれ多分これだけかな。あれ、そうだったらちょっとラッキーかもしれないが。これだけ、あ、これちょっと開けてみるかじゃん。って言って全然違ったらウケるけどね。前回ね、これね、開けるのめっちゃ苦労したんで、今回も最初からハサミを使っちゃいたいと思います。ちょびんで袋をね、切らない。袋じゃない。中身を切らないように気をつけたい。前回どうやって切ったんだっけ?覚えてねえや。ちょっと待ってみよう。外側にね、引っ張る力。大事。あ、そこやめる。よいしょ。あそこちょっとだけこう開けて、で、カードに刃を触れさせないで、よよよよ、多分デコーダーだと思うんで。シュ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 。はい、いきます。せーの。はい。あ、やっぱりデコーダーでした。さあ、していこう。はい、デコーダーです。シャキン。テカルズ袋だと。はい、1個目。3個目バンバンいきましょうと思ったら、これも最初から破けてるし。そう。そう。デコーダーこれ1個だけだったら、ほんと、サーチ成功っていう感じでございますが。はい、いきます。次はせーの。はい。お、これは、レイフかな。
レベーションかな。はい、レベーションですね。これまあそこそこレア方ですね。2000個限定のやつですね。はい、こっちからいこうか。さあ、早くも3つ目でございます。はい、サクサクいきましょう。ちょっとここピリッと一定のハサミを入れるという感じでございますね。にゃ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 、よしよしよし、ほんとにくっつけない。あ、見えちゃった、見えちゃった。はい、こんな感じでございまして、こちらはなんだっけ、あ、CGI ですね。これ4000個限定のやつ、そんなにレアくないですね。はい、3つ目ここ娘たちがめっちゃ泣いてる。4つ目、ほいっと、ね、不器用さが露呈しちゃうんだよな。よっ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 、よし、いきます、せーの、ピーン。ぜ、今回もやったー、来たー、結構序盤に来たキャラクターズエディション、やったシャキーン。これが一番の大当たりね、1000個限定のやつでございます。やべ、序盤に来たからあと2個ぐらい出てくれ、高望みすぎだね。今のところかぶりなしですね。まあこれはサーチしたんだけど、やったー、キャラクターズ出たー。なんか前回もそうなんだけど、前回はね、あの18個ですね、この1ダース以外にね6個、まあ1人18個限定だったんで、まあ上限がね2個ね、一応キャラクター出たので、なんかパーセンテージ的にはどうなんだろうね。運いい方だと思うんだけど、ファンテインのなんかくじ的なやつって結構運がいいんですよね。前回もなんか500個限定の、世界500個しかないやつ限定のも当たったりとかね、いろいろね、ラッキー。ジュビ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 ッと、はい、いきます、せーの、キューン。あ、お、すげえ、かぶらないね、かぶらないね。まあ順番だけど思うんだけど、はい、これが1993年のやつですね。 1993エディションでございます。はい、さあ半分、6個目でございます。6個目だよね、もう半分か。貯金よ、あっしかもこれはよっ、あ、取れない。おっ、レイブですね。あ、ちょっとやべ、破いちゃった。あ、よいしょ、レイブが2個目という感じでございますね。あと出てないのはなんだっけ、緑色のやつだけだわ。さあ、もう折り返しになりました。7個目でございます。見ないように切るのなかなかに難しい。いきます、ルルルルン、ファイヤー。お、出てないやつ一旦出たよ。空気読んでますね、あなた。あ、これ6個目で、こっちちゃんと順番通りに移動したとこか。はい、ハッカーですね。これ結構僕好きな方ですね、この中では。はい、さあ8個目でございます。なんか全部全然被んないから、口的にはめっちゃいいと思うのと、まあおそらく多分もうデコーダーは入ってないので、被るとしたらキャラクターズかがいいな。キャラクターズがいい。まあ全部、あと残りキャラクターズでお願いします。はい。チューン!はい。1993でした。これでキャラクターズもう一個出たらだいぶ運がいい方だと思うんだよね。シュピン。あ、いや、見てみた。まだ見えてないけど、いきます。せーの、ピン。あ、デコーダーズだった。入ってたわ。普通に入ってたわ。サーチ失敗してたわ。はい、レコーダーでーす。はい、よいしょっと。あと3個しかないよ、キャラクターズ欲しいよ。シュビン、シュビ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 シュ、せーの、チューン。あー、忘れた、 CGI ね。はい、くそ、ここでキャラクターズ重なって欲しかった。さあ、あと2個だ。ちょっとサーチしとこう。デコーダーじゃないよね、デコーダーじゃないこと多いね。うん、デコーダーじゃない。よっしゃ。これ全部2個ずつだったら逆にすごいけどね。ね。一応全部、ハッカーと、キャラクターズ以外は2個被ってるっていう感じでございますからね。はい。2個ずつだったら、マジで、ラッキーすぎる。よいしょ。歯が、ここ、入れづらいんだよ。よ、よ、そして、トランプでこう避けて、上の部分だけ、切る。いくぜ、せーの、キュート!時間、くそー!被ってしまったじゃないか、いつも。はい。CGI でございますね。くそー。さあ、ラストだ。ラスト、キャラクターズ、お願いします。デコーダーでは絶対にない。さあ、ラストいくぜー、シャビン。よいしょ。ピッ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 。いきます。キャラクターズ、頼みます。せーの、シャキーン!おい、CGI どんだけ出んだよ。はい、終わり。はい、ということで結果こんな感じになりました。デコーダーが2つ、レイブが2つ、 CGI が4つ、多いな多い。で、キャラクターズまあ1個出たからいいとしよう。で、1993が2つで、で、ハッカーが1つと、ハッカーとキャラクターだけ1個ずつでしたね。 CGI ちょっと出すぎちゃうというか、後半3つ全部 CGI っていうね。ああ、まあキャラクター出たから全てそれでよしとしようっていう感じでございます。そして、負けた込みの山である。
はい、ってな感じで今年一発目はね、こちらのフォンテインフィーバーストリームスのデラックスボックス開封動画でございました。またね、こちらメルカリベースで出させていただきたいと思います。興味ある方はぜひですね、概要欄チェックしていただければなと思います。てなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。本年もよろしくお願いします。バイバイ。キラキラやー、素晴らしい。